というわけで、今日も元気に、白黒チャンネルのお時間です。お時間できない。お時間できなかった。やったよ。久しぶり、見えちゃった見えちゃった。ダメダメだ、こうだ。久しぶりだった。はい、というわけで、猫さんだよ。はい、今日は、いろはちゃんが、なんだっけ、シリウスさんをね、この間当てて、それの進化素材に、イエティちゃんがね、必要なんでね。イエティちゃん、究極に2人でマルチ行ってみたいと思いまーす。はい、究極行ったことないです。初めてだよ。じゃあどうしよう、いろはちゃんのでってコンティニューしよう。コンティニューしたいかもしんない。やばい、今日明るいですね、外はね。いい天気ですよ。いい天気ですよ。皆さん年末ですね。いかがお過ごしですか？お掃除してますか？してますか？してます？これからだよね。はい、というわけで行ってみたいと、ベートーベンさんとウリエルさんと、シルさんと串野田さんで串野田引っ張りするんですけど、シルさんは重力バリアなのでダメージボール気をつけてください。はい、はい、頑張ります。結構揺れちった、結構さ強いんだよね、イエティちゃんさ。まあ、なんかいけるっちゃいけるんだけどさ、結構たまにうっかりしてしまう。頑張ります。怖いの怖いの。ゾンビかね。ゾンビか、ね、壁に上がればいいのね。壁抜けれないから結構多分もう行ったね。なんか可愛いね、これ。ウリエルさん、私が上がれないよ。上がれた。私か。横よりダメはダメだ。ダメ男がダメだから。もうちょっと手っぽいって感じ。これ？もうちょっと。そんぐらいでワープに入ってたら抜けてきた。しかし。わかる。ワープでやっててもさ、だからすごいいいプレイするとさ、これ私いいなって思っちゃう。ね。自分でなんかちょっとぐちゃぐちゃやる。あ、戻ってきた。戻ってきた。あ、でもいいんじゃない。うん。ぐちゃ。ベトムさんで大丈夫ですか？ベトムさんできればあれだな、なんか狙っててほしいな。でもまあワープがあるから微妙だけど。いっぱい倒した。これはきつい。で、この、これ取って、もう一回行ってきた。あとは、縦関して、で、ハートが大きくなる。まあ、ハートアップしてそのまま、いや、倒せないよね、でも。一回縦貫しましょうか。よし。大きくなったので、串永さんがこれを取って倒せれば。よいしょ。来た。おう、ナイス。ナイスでーす。はい、クルパワー。HP が涙だね。シルさん早く大きくなってほしいね。そう、ちょっと早くこれで。シルさんまだ進化前だからね。これも、このね、真ん中のゾンビを倒さなきゃいけないんですけど、とりあえず、その、もういいや、そこで。うん。ここだけ。うん、まあ、しょうがない。この右側のこのさ、移動するところにいたりすると結構ダメージ地味に食らうので、うん、いいですね。あと最初、ヨーハちゃんが倒したロボットが、あれなんですよ。地雷を出してきて、この隙間のところに地雷を出してくるんですよ。隙間？この、で、なんかそれ当たると結構痛いんで、まあなんか先にね、倒すとかね。ロボットってどれ？ああ、そういうことか。私が倒しちゃったからもういないのね、左に薄く、あそこでもいいけど、左に薄く横間で抜けてもいいし、あ、それ、まあ、行ってみてもいい。行った行った。あ、すごい。だから、だからいい。だから大丈夫。よかった。うん、結果オーライ。結果オーライ。はい、これでクリアですね。行きまーす。イエジショットさ、怖くない？
あそっかね、ミスんない、ミスったことない。いや、あるけど、あんま気にしてなかった。ほんと、なんか重力バリア、ダメージボールで失敗すると、そうそうそう、うん、確かに。自分じゃない。これ、あれ、移動床が、乗っかっちゃおうかな。乗っかっちゃうと逆方面ですね。で、逆回り、これは、その、右上のロボットが地雷を出してくるのと、左上のロボットが結構強いんですよ。あの、レーザーが。乗っかっちゃうよ。どっちにしろ、こっちに行くか。なんで、このロボットと、あの、地雷を倒したいんですけど、うん、この距離からだと、地雷の方が強そうなので、地雷に行くと。あ、この3って書いてあるの、地雷？あ、そうそう。それに当たったらダメってこと？あ、そうそう、結構痛いんです。やべ、そのレーザーがさ、強いんですよ。縦だね。ベートーベンさんは、当てながらこうする。横で、あの、地雷を倒しながら、ベートーベンさんか。うん、ちょっと、あれだね、シリウスの、あれが逆にやったらよかった。動かし方ってこと？そう。あ、いや、あの、逆にこいつに行ったらあ、こっちに行ったらよかったってことか。あ、それはシリさん次第だったってこと？シリさん次第だった。あ、そっか、それはしょうがないや。びっくりした。あー、ごめん、ベトイさんに当たっちゃいそうかったかった。きつあ、きつ。シリさん、シリさんと縦で取りながら、あ、ベトベさんやった方がいいな。ベトベさんやってて、ダメージボールに当たったら死んじゃうの。左、でもここまで行っちゃうと、あの、ダメージボールに行ってらっしゃいされちゃうから、その手前で止まるぐらいの薄い斜めでベートーベンに当てて、あー、縦でもいいかな。そっか、私より速いんだ。速報なんだ、こっちは。速報？私より速いんだ。あー、やばいよ。あ、反応がってこと？うん。うー、倒せない。こいつ、あー、倒せた、よかった。あー、よかった。ダメージボールやばくない？ダメージボール。え、上に行ってカンカンだな、隙間で。うん。ちょっと斜めで弱点、あ、斜め。もうちょっと薄いかな。薄いか。うん。出ちゃうか。ちょっと飛び出ちゃった。ちょっと上すぎてうまく見えなかった。中に当たって戻ってこいと思ったけど、当たりもしなかった。あ、横で上がろう。上がる？で、どうぞ。ああ、いい。もう待ってもよかったかも。もう待っていいかな、これ。ミリエルさんに当てて下カンカンに行ったらいいか。あ、危ない、危ないか、届かない。一応かなこと。ベートーベンさん、あ、ベートーベンさん、なんてとこにいるの。ハート取ろ。斜めに上がってって、あ、それでもいけるか。おー、いいおー、いいじゃん。あー、惜しい。あ、これいったっしょ。まだ中ボスですからね、この盛り上がりっぷり。まだ生きてた。ギリギリ抜けたよ。ギリ抜けた。いやー、ご安心安全のカメさんステージ。適当にやってください。ちょっと初期受け。かなり危なかったよね。うん。緊張した今。ハートも大きくなってます。シリウスね。あー、綺麗になった。待った、じゃあシリウスさんで取りに行っていい？はい、行った、うん、フルパワー。行きますよ、次。ボス戦です。ボス戦。緊張してきた。もうちょっと緊張してきた。それ縦勘で、それ倒しよう、最初。これ？うん。縦勘、ちょっと待って、戻って。あ、やばい、ちょっと待って、戻れるかな。あ、縦勘って、これ、ね、そうそう、この筋をフュッてやるとできる。そうか。
今縦ずちょっとずれちゃうとさ、そいつ倒せないようになって。ひなさん行きたいけど、ひなさん行きて壁、あれのエレベーターの人に出たのか。途中は結構さ、狙いがロボットです、ね、狙いが、ひなさんの狙いを取ってくる。あ、横、横だな。ものすごいちゃんと横にしてほしい。か、ちょっと、いいね。あ、いいね、今。ひなさんは、地雷取りたいけど、これ行ったら地雷取れてる。持ってくる。草野さんはマインスイーパー持ちなんで、地雷が。本当？うん、あの自分地雷を拾ってくれるんです。引っ張る？引っ張って。あ、地雷全部踏んじゃって大丈夫。でもしょうがないかな、結果。じゃあ、全部踏んじゃって。全部踏んでしまう。ダメだな。かわいい。兄さん、口などにこれが当たるし、待って、当たった。くる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 、なんか爆発してない？どこだっけ？あ、そうなんだけど、あ、これやばいやつやん。ね、横缶するか、ステイリング、あ、それか横缶にしてベトベトに当てて、ベトさんにちょっと当てるぐらい。で、本当に横缶、うわー、当たった、当たった、当たった、めっちゃ当たった、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 今の最、そうですね、本当に今の仕方、動かない、動かない方が良かった。本当の横感か動かないか、どっちかずれてたんだね、ちょっと下に。横感はね、立て替えるより難しいと思う。いやこれいけたね。まあしょうがない、しょうがない、しょうがない。うわ、めっちゃ悔しい。悔しいね。横はこの HP バーをなぞるか、うん、あのボスの HP バーをなぞるかすると結構いい。あ、それ倒した。縦噛んで、きれいに。あ、で、これも、そロボットが結構強いから、ロボットと一緒に助けたいんだけど、うん、ロボットが生きてたい。ステージ7名。火力がね、イエティちゃん強くてね、ふっとしてると負けちゃうんです。ミリルさんに当たったらいいな。あ、どうか、まあ、戻った。うわー、やば。使っちゃおう。ミリルさん、ちょっとなんか、メインドを使って。異性攻撃？すごいじゃん。当たんないとダメだ。しながらに引っ張りハンティング、引っ張りハンティングしよう。あ、あれだね、弱点もうすぐすぐ減るように返すのかな。シールドを全部倒す。ベストは、うん、この隙間に入って口など引っ張ってこう引っ張るのがいいけど、うっすらく横で、うん、あー、入らない難しい。うやーやばーい、何かったー、2個。そうだ、こいつね、あれだ、メテオ攻撃みたいなのしてくるから、何こんな感じですよ、結局。やばごめんね、2個も大丈夫、イエティさんが手に入れば。お心構えはしてたもんね。ちゃんと用意してた。シリウスが。ベトベンとウィリエルに当てたらどう？これ、あれ通してさ、あれは？クナダさんは？クナダさん。弱点通していくし。わかんない。シリウスが弱いからさ、スルリ。当たんない、うん、やばい。すぎてみんなに怒られそう。いや、最初はこんなもんだよ、大丈夫だよ。はい、これも
左下のね2人はほっといて、うん、右上の2つだけ倒したいから7使っちゃう。あ、使ってもいい。使ってもうまいことこれ乗っかって上に行けばいい。うん、これ、うん、あれタイムオーバー、タイムオーバーした。切る、タイムオーバーした。あー、切れたな。なんかすごい下の方で倒してた。無駄なことをした。ユーペック、うわうわ、動かなくていい、動かなくていい、動かない、うん、すごくダメなやつだ。ちょっとダメ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 、一番ダメなやつ。今動いたら一番ダメなやつだ。ギュッチギュッチしちゃうやつ。うん、一気に死んじゃう。やばいやばい。私も下手くそで申し訳ないです。うまいアドバイスができる。うまい人はこれでもいいって言ってんだと思うんだよ。もう自殺行為だから。うわ、入らない。すごい、すごい勝負飛ばしちゃった。ごめん、ショボストライクショット。痛い痛い痛い、動いてた。どうだった？7、3、8を当てて、当てて隙間に入ったら捨てて。おー、遠い、かなり、いや、相当遠い、相当遠い。ナイスストライクショット。これ、行ったっしょ。これ、行けた。あー、行けた、行けた。あー、落ちるのいいね。コンティニューしちゃってからね。1個しか落ちないね。落ちるのがあるんだ。ピクリもさ、濃厚も逃したから。逃しちゃった。おー、1個出た !1 個出たらよかったじゃん。あなたのキャプチャーさんの初クリア。嬉しかった。嬉しかった。嬉しかったけ。あ、来た？来たよ、落ちたよ。あの、金色キラキラ卵だと落ちたの？やったー。1個目。かわいいよ。見越しちゃったからさ、なんかす、怒らないでね。怒らないでね。200円でゲットした。うん。金に物言わせてみたいな。ポーズ買ってたからね。いや、死ぬかなーと思って。いやね、結構。結構やばそうだったから。あと、あ、もしかしたらダイメージオールじゃない。フレイヤちゃんとかの方がもしかしたらよかったね。20分もやってたよ。じゃあ、戻して。はい。そんな感じで、いろはちゃん初究極いかがでしたか？ドキドキしちゃうか。どうでしたか？ドキドキでした。手に汗かいた。緊張したー。いやー、イエティさん結構火力が強くてね、いけなくはないんだけどね。ダメージウォール受注したね。うん、横感の練習しようよ。美しい横感の練習。あの、同じところにあの、なんかカンカンするとさ、マークみたいに出るんだけどさ、同じところにマークが出るみたいな。縦感はね、お上手でしたよ。まあでも私もまだまだなんでね、申し訳ないですよ。もうちょっとアドバイスできればあれでもクリアできたかもしれない。結構でも途中まで中ボスとか結構白熱したよね。うん、あれで終わりでよかったよね。一回壊しちゃってからなんかちょっと気持ちがだいぶ落ち込んでしまって、2回目壊してからもっともっと落ち込んでしまいました。もういいかなみたいなね。いや、あれは動かないでって言えばよかったよ。申し訳ない。はい、そんな感じで、そういう感じです。イエティちゃんね、ゲットしましたよ。これは攻略動画ではありませんので、下手くそとか言わないでください。下手くそだです。あの、下手くそだから、もう下手くそだから、私は下手くそって言われても大丈夫だけど、怒らないでね。はい、そんな感じでツイッターやってます。これ何日だっけ、30日かな。おお、このグダグダ感ね、いつもの通りですよ。はい、そんな感じでね、もう年もね、年の瀬も迫ってますがね。そうですね、うん、師走ですね。師走ですね。皆さん忙しいと思いますがね、まあ来年もね、ゆるゆるやっていきたいと思ってますのでね、っていうのは多分また言うんだろうけどさ、よろしくお願いします。来年もうちょっとあのちゃんと攻略になるように。そうね、勉強しようと。勉強します。特に白猫はだいぶさ強くなってきたからさ、あの攻略の時はとりあえずちょっとチェーニーさんにお任せしますので、しばらく。おーい、まだ私ダメだから。いろはちゃんいっぱい話されるとさ、うん、もう分かんなくなっちゃうからね。そうだね。あの
まあ、8割ぐらい聞いてない時あるもんね。でもなんか自分でもやり始めたから。そう、すごいんだよ。今までね、何も見ずにやってたのがね、で、イエティ挑戦するってのはさっきさ、動画でさ、うん、見始めてさ、いろはちゃんが攻略動画見てるよみたいな、驚き。そう、驚き。なんかこれからはもうちょっとちゃんと、口出すようにしようかなと思った。ようやく多分話が聞けるようになってきたと思います。そう、今までね、何のことだか分かんないから、ね。分かんないから興味なかったけど。ってやってたんだけどね。うん、そうそう。はい。これからはそうだよ、イザナミさんとかさ、やっててもちょっとあれじゃない？テンション上がるんじゃない？ちょっとだいぶテンション上がるようになってきました。はい。はい。ツイッターやってまーす。ツイッターやってまーす。やっと白黒チャンネルやってまーす。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マルチとか京都とか募集するのでよろしくお願いします。はい。相変わらずおざまゆげになってます。ちょっとあれしようよ。アライズのちょっと向けて。アライズの元子さんってすごいさ、聞こえがいいんだけどさ、ただの金太郎だよ、これ。広角機動隊の、よく言ったら、アライズの元子さん、うん、悪く言ったら、金太郎。金太郎さんです。そんなことやらせるいろはちゃんですよ、ほんとさ。うん。じゃあ、チャンネル登録。チャンネル登録。やってなかったか。チャンネル登録。よろしくね。よろしくね。うん、頑張ってるからね。そんな感じで。はい。じゃあねー、またねー。